お疲れ様です。今日ですね、こちらのトリプルエリクサー大会やっていきます。はい、ということでちょっと分かりにくいね場所にあるんですけども、まあ一番隅っこイベントのね、はい、下に行くとあります、ね、始まりましたね。で今回多分期間が短い、4日しかなくて、まあ、残り3日ちょっとよと言ったとこで、できるだけまあ急いでねやってほしいとこなんですけども、まあ何が強えって枯渇です、皆さん。はい、ほんまか、トリプルエリクサーで枯渇が強いことあるんか、こいつまた適当かと思う人もいるかもしれませんが、一回意外やってね、お見せしましょう。はい、それが早いですよねと言ったところで、まあちょっとエリー多いんで、まあ漏れないようにね気をつけていこう。で、あー、小屋、小屋、あのこのトリプルエリクサーで、そのやっぱ小屋、小屋多いです。小屋、小屋と、あとはあの何、ラバ、小屋、小屋とラバがねメインで多いかなというイメージですね。で、あとはまあなんかいろんなデッキがちらほらいるかなといったところなんですけど、まあそこのね小屋、小屋とラバに対してやっぱこの枯渇がね強い、そう、まさかのね、まさかの強いんですよ。ちょっと待って、喋りながらやるとエリクサーがついていけない。はい、で、まあ、重要なのはこの後ろからねキアとプリンセスをもう無限に垂れ流します。はい、マジ無限です。一生垂れ流すやんっていうぐらい垂れ流してください。はい、それがいいんだよ。やめて、見えない。で、アウトローもねなんかちょっと前に強化されたんで、まあ、だいぶ強いですよね。待って、ガチ普通に小屋小屋なんか負けそうなんだけど、小屋小屋に負ける俺は嫌だ。そうで、まあでもね、この基本的に小型スペルっていうの、タルババみたいな呪文がやっぱ入ってないことが多いんで結構刺さります。はい、赤もいっぱい攻めてあげるのがいいかな。やばすぎやばすぎ、マジ何が起こってんのって話なんですけど、俺も分かりません。で、ちょっと早めにね呪文打ってあげて、うっ、いや溺れる。ちょっと待って、あのしゃべ、あ、んーにゃん、水が、いやマジで、ちょっと待って、もっと美しいんだよ、ね、俺の芸術を見せたいのに。まあ、ケツプリンスからのね、はい、姉妹アウトローしてゴブリンバレル飛ばしとけいいんでしょって思ってる、あなた正解です。これでいいんです、あんま考えない方がいいです。クロロワット、よし、あー気持ちいい。で後ろからねプリンの時はね本当に攻めが通んない相手とかだったらね端前で攻めたりとかした方がいいんですけど、基本的にねこの大会結構通るので、通る場合はもうね、はい、カツンクラウンスも欲しいんでね、両サイドね攻めていきます俺は。でプリンで回収しながら、武器は強すぎ、あーこれマジクラウン欲しい、クラウン欲しいんで、こうすることによって上位行った時に、あー間に合わない、上位行った時に同じ勝利数だった時にね上に行けます。はい、なのでクラウンもちょっと大事にしてほしい。いやでもだいぶもう今の問題ね、だいぶだいぶぐだっちゃってる俺がいる。じゃあもう一回、毎回赤取るの出てくる、もう一回ちょっと本物を見せます。美しく勝ちたいよね。さあダークライトね、まあ、とりあえず本当に後ろからキアとプリンセスは出しておけばよくて、あとはね、まあ、ゴルネアルンでトルネードありそうですよ。えシバライトしてる、何それ、企画かお前。さあシバライトされてんだけど、しばらいとやばくない？ってことで今回の相手はエレジャイっぽい、だいぶ。さあでこういうのもちょっと両サイね、もう両サイこれ事故るやろ絶対、止まらんやろ。さあ相手がしばらいとしたから勝ったんじゃねえからね、しばらいとしてなくても勝ってはいたんやけど、ただただしばらいとしたからそう見えただけ。あ、このギャングマジで絶対いらないですね。相手がタルを使ったらギャングを使えばいい話だ。というわけでいやー勝ち方がね汚いし、相手のシバライトで勝ったようにしか見えんやん、こうなったらな。
なんかマジで俺が言いたいのはプリンセス、フキア、プリンス、この3つはもうケツから出せばいい。ケツから出してアウトローと、まあ、ギャング系は端前に出しておけばなんとかなる、そう思ってます。はい、なんかやっぱユニットがこう溜まっていくのが強いんで、俺の中ではこのアウトロー絶対ダメなの。プリンとフキアはまあ端前から出してもいいんですけど、ね、プリンセスとかまあ端前削りみたいな後ろから出しておくと溜まって強いよねって。3倍タイム大変だな、無限に溜まるんだね。相手からしたらプリンセス対応したのにまたプリンセスおるやんってなってね、精神的に折れて、諦めてくれることがありますよと。はいはいはい、よしよしよし。いやちょっと最近ねメガドラフトしかやってなかったんで、1試合めっちゃ短く感じる。メガドラフトってだって8分9分とかかかるわけですよ1試合ね。これマジで何分、1分本当に遅くて2分ぐらいで終わるんで気持ちいいね。回転早い、どんどんたくさん試合できるんで、マジでコスパいい。15勝いけば報酬ちょっと豪華なんでね。はい、目指してもらって1位も目指してもらってさ、クリスバレル初手な投げたいんですけど、ちょっとキング軌道嫌ですよね。うーリゴレ、うーいかつい。まあこれもねさっき言いましたけど、プリンセスとフキアは後ろ、プリンスもまあ後ろっすね。出してもらってアウトローは端前、これです。もうほんとこれするだけです。でまたプリンセス後ろ出して、まあちょっとトルネキいかようにね、トルネ使ってくれたらこのギャングも刺さんねえかなみたいな。はい、この3つは後ろから出す、それさえちょっと徹底しとくと、なんか気づいたらね相手きついじゃんみたいなことがよくあると思います。ファイブも使いたいよね。いやでも相手のなんか受けがうまい、頑張って耐えてる。プリンスはケツからの方がいいですけどね、端前からして行きたくなっちゃったんで、行きたくなったら行ってみよう。延命できそうだったりしたいけど延命できないか、うー刻まれる。で襟漏れをしちゃうんですけど、それは本当にね個人の問題なんで頑張ってもらって。ウッドも使いたいよね、まあ、ウッド使われてもね諦めない心。これ守れるかな守れるかな、本当にめちゃくちゃ疑問に思うんですけど、まあ守んないと負けるんで守りましょうか。はい、あ守りそう、パルチさえどっか行ってくれたら、ああいいですね。連盟もしてあげて、パルチこれ後ろ向け、え天才、なんか避けてる避けてる。で俺え待ってフェニックス入ってる、えマジ知らんところフェニックス入ってる、それだけ許せん。いやゴブリンバレルも入ってる、いやプリンスも入ってる、うっつっつっつ、マジで危なすぎるが2本持っていく。よしよし、マジで危なかった、気づいたらとはね鳥が食ってた。よし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 、3倍だよ、難しいな。んだプリンと置いて、ここのこいつらだけしっかり仕留めたいですよ俺は。で気づいたらユニット残ってるところでね攻めてあげて、はい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 、で俺はちょっとクラウンス欲しいんでね、サンクラの邪魔をするのはおよしなさって。マジでサンクラお願い、マジで防衛すんな、やめろ。うわーマジでこれでサンクラ取れない、痛すぎるけども、まあみたいなんですよ本当に。プリンとフキアを後ろに出していけばたまるんでね、よくあるね、まあ負けるパターン的なのはね、まあ、端前からいっちゃう。そう高めにねユニット出しちゃうと、なんかねあれって俺の攻め全然通んねえのになってなるんで、普通にそれは俺自分がコスト使って相手も同じコスト使って守ってるみたいになるんで、後ろからプリンとか吹きを貯めると結構良さげな、はい読んでました。えマジで近いデッキが近い、まさかの本当に同系統。あ柳雨さ、まあ、マジ同系統ですね。
ギャングで持ってくるんじゃない、まあ、待つか。で、俺はまた同じ徹底ですね、この後ろと後ろっていうの、後ろってなんだ俺は何言ってる。ケツプリンス、ケツ吹きやすね。できるだけ徹底したいですね。って話よね。ユニット貯めるの大事。なんか枯渇デッキなんですけど、あんまイケイケにならない。時が来たらイケイケになるだけで、それまではね、おしとやかにね、生活するんだよ。ウッドとか使うとね、よくない。アウトローが頑張れる。いや俺ウッドも早分もあるからさ、結構戦いやすい気がする。さあ後ろ、まあ、相手も矢の雨持ってんでね、ワンチャンロケットとかも持ってる可能性もまあないこともない。すごい、あファイブでしたね。5ヶ月はむずいね、わかんない正直なところ。やなめ強い、それだけはわかる。こんなファイブってく、はい、まあタイブレイクになりそうだな。マジでこの5絶対いらないっすね。ゆっくり行こう。すごい5やっぱね。いやいい、相手もね、もうお互い様ですよね。さあこのなんかたまたま入るダメージもちょっと大きい。プリンセス吹き矢プリンスはケツで、それ以外は高め。俺が作ったルールです。ただただ俺が勝手に作ったやつ。まあこういう時は高めね。あ逃げんなって、そっち行くなって。やばい、窓がやばい。まあでもアウトロガチ強い。いや耐えたら俺の勝ちなんだよ。一回ねちょっとだけ高めに、高すぎ。なんでやねん、マジ俺のしたいこと全然できないけど勝てそう。いやマジで相手も強い一生と同じことしてる。まあ相手がちょっと矢の雨なのはね、美味しいかもしんない。前だ、危ない。さあ回ってきたらあと30秒なんで、ちょっとタイブレイクも意識していこう。許容してる。やばい、もし、やばい、一気危ない、危ない。タイブレイク。ああ、はいはいはい、だから枯渇もちょっと。増えてるかもしれない、すでに。まあでもラバと小屋小屋をね、しばけるので、特にラバっすね、今まで本当最強クラスだった。ゲスケラムか。そこをしばけるのはね、マジででかいと思います。さあ、14、もうバツ1、何に負けたんだ。なんかに、なんかやってもうたんだな。さあちょっと暇吹きや、あんま良くないけど。さあとりあえず
雑にカード回ししてね。おお、エリババ初めて見た気がする。あ、ちょっとこっちは延命も見えるね。あ、エリポンゴレスね。エリポンがあるかは知らんけど、いや、あるんかい。これ延命したい。しかも俺トルネ警戒にさ出してるからさ、パーティーだ。パーティーしてるユニットが勝手に。さあ気づけばもう何もない。あ、これ面白いことになりそう。いらっしゃい、いらっしゃい。勝つー。キーッ、入らなかったね。惜しかったけど役に必要。はい、というわけで、まあ、エリポンゴレスけど、さっさぐらい相性いいんかなっていう見た感じしてね。さあもう、逆戦いっちゃうよーっていう、顔してね。もう逆戦本気で、本気でやりに行ってあげて、ライドラさえ芝居いたらさ、ちょっときついみたいなのがないから。さあ、プリンスお帰り。で、ここでもう一回守ろうかな。おお、気持ち程度。さあ、すげえガールがかわいそう。もうタルサイトしていっちゃえ。あ、そこのタイミングのエリコンはほんまか。すべて失うぞ。はい、でもしラバはもうもっときついです。ゴレより陸受け少ないんで、体育ユニットばっかなんで、これよりもはるかにめちゃくちゃ楽に勝てる。ちょっとラバ一回引きたいね。幸せになれるラバ引くと、多分ね、トロフィー4000のプレイヤーでも7000のラバに勝てるぐらい、あの相性いいと思ってます。ワンチャン展開すらも8000、8000は展開？展開なんぼだ、忘れたけど。とかもしばけるぐらい。あ、でもこれはちょっと強そう。ライト削りされてる。お、ロボだ。ボムタワーのロボだ。珍しい。あ、来た。話をしてたら話が早いじゃん。もう、なんでもいいんですけど。本当にね、体育しぼいて、でここにもゴブリンバレーでやってあげるんですよ。たらね、もう気づいたらラバ溶けてるし、これ見て、プリンバレルが刺さってるしみたいな。もう分かんないでしょ。一応ね、プリン吹きは後ろ出して、あ、これ延命します。バレキルも咲いてるね。はい、これでまた延命します。気づいたらね、サーカスの始まりです。気持ちいい。対ラバだけ非常に強いです、このデッキ。あ、でこっち再刺して、こっちも行く。これキング見えるね。よいしょ。あ、マジでこれキング行かれるっすか。この吹き矢だけで、でこの間にまたね、プリント吹き矢ね、まあ、逆の方が良かったかも。配置して、まあ、アウトの位置が別に何でもいいんですよ、まあ正直。まあ、やらめとかなさそうでした、ね。まあ、ぶっちゃけこれファイボー打って防衛とかもしていいんですけど、打たなかった場合はユニットがたまります。はい、まあ、でも守れないかもしれない。ああ、守れましたね。打った、まあ、確実に守りたいなら打った方がいい。打たないで守ることによってユニットがよりたまって、より反撃で、この反撃でもう止まんなくてねみたいな。ああ、カトゥン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 、プリンスのカトゥーンの音ってもう、あの、あれだけなんか異常に気持ちいいじゃないですか、クララの中で。ね。マジって異常、あの音何？プリンスだけ、他になんかあるから気持ちいい音。あのプリンスのカトゥーンをね、対ラバーね、聞きまくれます。はい。で、まあ正直この5の枠はね、なんか違ってもいいのかなとも思うんですけど、まあなんか、ファイブでんじゃねーってファイブになってるっす。さおり、おお、こういう鉄壁ちょっと嫌だな。
さあアウトロ基本8枚なんですけど、ちょっと今回だけ、おロボだ、ロボだったんかい、先に言ってよ。いやプリ、なんか変なロボっす、変なって言ったらあれだけど、でこれでもちょっとちょいちょい延命できそうだったらね、しちゃうっていう、でちょいちょいいけそうだったら言ってあげるっていう。まじ、あ、吹き矢とこれプリンだけで終わるんですよ、ラバの防衛で。で今だったらアウトローとか見るんだよね、はい、これしてこれして端前アウトローするだけ。ふふふ、マジガチかわいそう。他人事。さあゴブリンバレルも行ってあげて、ウッドとかないかな、ラバターンタイプリンスが刺さる刺さる刺さる刺さって刺さってほしいな、勝った。マジこのこの音を聞きたいがためにね、このモードやってるんだよ。でまあこの辺からちょっとねむずくなってくるような気もするけど、もう高めにちょっと相手してあげて、ポイズン使った。これ相手がね柳雨とか持ってたら持ってたで意外と陸受けなくてみたいなことあるんだよ。あーめっちゃいい、その方が犬くんかーい。さあ、まあ、ここは一旦ね、で守りながらしっかり攻めてあげることによってね、相手もこれ防衛しなきゃいけないんでね。さあ一緒います、一緒います。おさあライトニング打ってくる。まあこれはもうグッドゲームですよね。何度見たか。あやべ、間に合ったら使った。あこっちも間に合わない、うん俺が悪い。あでもこれ両方リクサイてるんでこれで終わんねえかな。あーガチで対ラバニだけ異常にね。これマジですごいな、枯渇強いと思わないですもんね、やっぱトリプルエリクサーだと。トリプルエリクサーだからこそのヤナアメとかポイズンとかライトとか中型呪文が増えるんですよね。そうこういうね、こういう相手超勝ちやすくなります。はい、アウトローが強くなったのもまたいいね、アウトローが前より最強だから。さあいい171キング強そう。まあ端前プリン初手だし、おおいや枯渇が流行ってるぞ、流行ってるのか分かんないけど、まあ強えよねって話ですね。もうみんな気づいてきた、いやこれ枯渇だなっつって。正解はで、なんかプリンセスかなんかのがファルチになってるっすね。やべ、いや、キアか。なんかの声ハルチになってる。ウッド使うんかーい。やっつけろよ。やっつけてくれよ。え、なんか、ダメージ受けてる俺が。なんで。ちょ、待って、普通に負けるかもしれへん。初対決はねマジでわかんない。まあ後ろキア、後ろプリンセスをやっぱできるだけ徹底すること大事な気がしてる。痛いそれ、ファルチに負ける。うまっ、いやファルチが強い、さっきからギャンガルのもちょっといいけど、相手のプリンセスもうまい。トリプルエクサー勝つ対決これ、あんまり喋れんな。でも相手ウッドしかやっぱ呪文ないんで、
この対決の時のプリンと吹き矢をいっぱい後ろから出せるの強い。俺の方が処理できてるっすもんね。ちょっと延命に来そう。そうそう、俺の流れが来てる気がする。はいはいはい、あーこれハマったっすよ。いや、このギャンがどうなんだ。いや、ずっと回んない。そうそうそう、おい、いいね、欲しいね。さあ、小勝が流行ってる。流行ってる。今までは全くいなかったんだけどな。さあ、対小勝。逆に小勝をしばくってなると、もうラバとか終わるっすよね。絶対勝てないから。高回転ウッドとか矢の雨とか、ディガーウォールブレイカーとか。ディガーウォールブレイカーやばいな、トリプルエリクサーで。鬼大変。ハードすぎる話なんですけど。さあ、いらっしゃい。まあ、そういったデッキも強くなってきそうですよね。やっぱずっと小屋とラバが強かったんでね。もう小屋とラバゲーって言われてたけど、信じてはこかつです。スティーブン。さあ、範囲系ちょっと多いんでね。そこだけ気をつけていかないとやばい。さあ、一旦後ろから出して。一旦後ろから出してくるの、これマジで強いから。え、敵の範囲入ってる。痛い痛い。あ、これ延命できなかったのやばすぎ。あー、スケラっすね、マジの。超後ろからのんびりしてくるタイプのスケラだ。あー、いい、うまい。カツン入ってる。さあ、もう俺は良妻ね。モングとか言ったらね、プリンセス使って近畿道もできるんですけど。いやだ、めっちゃ入ってる。やっぱウッド系がないんでね、苦しい苦しいね。お兄さん延命できそう。ちょいちょい延命できそうだったらしてあげるのいい、ね、ああ、でも気持ちよくなってる。さあさあさあ、プリンス勝ったよ。あのボールだけやってほしい。うわ、偉すぎるそれ。上は上で止めて、あー、これも延命したかったですね、リトは。このね、しっかり役割分担。あー、相手もこれ煽ることしかできない。スタンプを外に一歩出そうぜ。やべ、マジで何も考えてないのに抵抗スタンプをしてた。さあ、いやー、ガチで強えな。このスキラーとか、こういうスキラーも多いですね。範囲攻撃でやろうぜっていう。だからラバーとかが被害者に会っていくわけですよね。191、これで20にね、いきます。うわー、緑だ。特殊なやつ来た。足前ブレン削っちゃおう。あー、ラバー熱ー。これ天国ですね。天国です。はい、もうバレー、ここまで行っちゃいます。いや、でも今回墓石あんの特殊だな。今まで墓石のラバとやってこなかったんで。あ、ちょっとやばい。さあ、ちょっとやばい気もするが、この槍ゴブリンとかも使ってね。いや、このアウトローのゴブリンが刺さるやつだ、これ。あー、めっちゃいい反応してるな、それ。ポイズン。うわー、これ墓石ちょっと嫌っすね、俺。まあでも、行かなきゃ。行かなきゃ勝てない男は。いや、めっちゃいい。めっ
ちゅうっとしたインサイル溶かされる。で今回やなめもあると。いやまあ順番にねやられていくんですけど、で残んねえかなこれ。言うて俺が押してる。宝石なのがちょっと嫌だ。ここにギャングのやりこぶでさえも攻めカードとして。これめっちゃいいぞ。マジめっちゃいいぞ。ギャングでやっつけろ。せめてもうこの吹き矢だけで削り30秒。まあライトニング削りもある。この辺に置いときゃなんとかしてくれる。さあであとは私が削ろう。ファイボとウッドかな。これでキングをテイサー。いや今回相手がうまかったな。サンスペだったんですよ。でサンスペはまあよくあるなんだけど、墓石だったんでね、リーカちょっと通らないわけではない、通りづらかったけども勝てます。はい、墓石マイティね。ういーさあ、コカツねめちゃめちゃ強いので皆さんもぜひねこのコカツやってみてください。ではお疲れ様でした。またねー。